はすごく自由を求めて悪さをしてたんですよね。学校の先生だとか親とかそういう人たちの言うことを聞きたくないって思って生きてきて、まあ皆さんも多分同じことを思ったことはあると思うんですけど、まあバイクに、まあ、無免許とかで乗ったり、まあ、あと喧嘩はダメなんですけどやることで、まあ、自由を求めてたんですけど、その責任のある自由じゃなかったんですよね。